ちは。今日はですね、はい、どんなものがもらえるの副賞っていうプロ野球界の副賞、うん、よく何か言わないですか。ホームランの打ったなんとか選手にはなんとかが贈呈されますみたいな、よく言わないですか。あ、そうですね。あと試合前とか、はい、本塁打賞なんとかかんとかからなんとか、ああ、の勝利投手賞とか、はい、ありますね。あるでしょ。 あれは副賞ってことか。あれは副賞、はい、はい、ああいうのでプロ野球界何がもらえるのやっていう、はい、でもこれね、やっぱり昔の方が良かったですね、はい、へー。2軍でもありました、はい。え、2軍も副賞あるんですか。あったんですよ、昔。へー。今はでも僕が晩年の時はもう なくなってたんで、はい、多分今はもうひょっとしたらないと思うんですけど、うん、2軍でも副賞あったんですよ、はい、だからロッテで言うと、うん、これはもう相手チームもそうですけど、はい、ホームラン打ったらロッテリアのお食事券ですよ。え、1本で、はい、ホームラン1本でロッテリアのお食事券、はい、へー。だからもし1試合に2本打ったら、だからそれが2個、へー。だからこうなんかあの商品券みたいなので、はい、あのエビバーガー券とか、はい、ポテト券とか、うん、そのドリンク券っていうのが入ってて、はい、へー、それをくれるんです、ホームラン打ったら。いいなぁ、いいでしょ、はいはい、でそれとか、うん、あのね、日本ハムはホームラン打ったらバスタオルなんです。バスタオルなんだ。なんか高級タオルセットみたいなバスタオルだったんですよ、はい、でジャイアンツは1万円だったと思うんです。え、1本で1万円もらえる、ホームラン打ったらね。嬉しい。でも1本打ってもその何本も出ないですからね、はい、しかもその球場でジャイアンツが主体チェーンの時に打たないともらえないですから、はい、で各球場2軍でもあったんですよ、うん、はい、で遠征地方行くとジャイアンツとかともう勝利投手賞とかホームラン賞、うん、今日の MVP 賞って1万くれるんですよ、はい、あ、1万なんですか、はい、へー。でも2軍でもっすよ。いや、いいですね。だってちょっとしてやる気にもなるじゃないですか。ああ、だから僕その一時ロッテリアのお食事券これぐらいあったっすもん。1個も結構厚いんで、はい、使ってました。ちゃんと使ってる時もありましたし、はい、食べきれないから、うん、その山中さんっていうコーチの方にあげたり、はい、奥さんもいるんでね、うん、はい、そのコーチの人にあげたりとか、うん、あと浦川さんとかにあげたりしました、はい、ありがたい。食べきれないんで、ってことはまあ1軍の副賞はもっともっともっとすごいですよ、うん、僕だから結構だから1軍とかだと、はい、ツーベース賞とかもあるんで、もういろんな球場によってもなんか2塁打賞とか、うん、第一得点賞とか、はい、第一打点賞だったりとか、はい、あと勝利投手賞、うん、最初に三振取った奪三振賞とか、細かくいろいろ、そう、もうその球場、その球団のスポンサーによるんですよ、はい、あとなんかサヨナラホームラン賞とか、うん、サヨナラヒット賞だったりとか、はい、満塁ホームラン賞とか、うん、あとはサイクルヒット賞とか、もうこれ球団によるんですけど、はい、全部が全部あるところもあるし、はい、ないところもあるんですよ。え、それってそのじゃああの同じ球場だったとしても日によっても違うんですか。日によっても違う時もあるし、はい、あの1年間通しての時もあるんですよ。え、じゃあもうその試合終わってみないと何もらえてるか分かんないんですか。でもアナウンスしてますよ、その今日 の試合前に球場で、あ、そうかそうか、スポンサーはとか、はい、楽天とかでもトップスポンサーさ、なんとかかんとかとかよく言うじゃないですか、はい、だからそういうので商品あったらなんとかかんとか、なんとかかんとか送られますとかっていうのは必ず言ってます、はい、うんうん、西武とかだとあの高知のごっくんまじむらっていうドリンクが送られますとか、はい、必ずあのビール一ケースがとか、はい、それ選手聞いてるんですか。いや、だからもういつも一緒だから聞いてないですよ、その大体もう一緒だから、分かってるから、はい、へー。でそれであのロッテの時もビール券の時もあったんですよ、はい、ビール券、はい、もう二塁打賞とか、はい、もうこれぐらいなんですけど、ね、いいですね、もう相撲取りのごっつぁんですみたいな、はい、その都度その都度置かれていくんですけど、はい、まあその使わないじゃないですか、うん、貯めていくともうこれぐらいになって、はい、一時僕はそれを全部貯めてあのロッテだと、はい、裏方さんのゴルフコンペっていうのがあるんですよ、うん、それにも全部出しました、商品商品として、あ、里崎賞これですみたいな、へえ、もう何十万ですよ。そうですよね、ビール券こんだけ集まったらそうなりますね。全部集めてあげたりとか、あとお米券とか、あ、でそれが一時から一ケースになったんですよ、はい、ビール券じゃなくて、うんうん、もうあのマリンの廊下山積みっす、ビールすごい、そのあの1ヶ月ぐらいの単位で来るんですよ、はい、もう山積みされてその1ヶ月どんなに活躍したかが、はい、そのあのビールとかの、あの
一ケースの山積みで分かるんですけど、はい、すごいなグラフみたいですね。朝日とかキリンとか、はい、であの発泡酒もあったりとか、うん、あのスーパードライとか一番搾りとかもあったりするんですけど、はい、もう飲めないじゃないですか。飲めないですね、そんだけあると。そうなんで、はい、もう、うん、あの貼っとくんですよ。あのスタッフの皆さん、はい、誰でもいいんで好きなだけ持って帰ってくださいご自由にお取りくださいみたいな。そうそうそう、貼っとくんですよ。でそしたらスタッフの人とか、うん、みんなもらって帰って。だからやっぱ発泡酒が余りますよね。そうですね。じゃあ今までもらったものの中でなんかこんなのもらえるんだとかありますか。今までですか。はい、それからまあ一番こうちょっとやっぱりね、そうなるとオールスターとかですね。あで僕まあもらったことがあるのは、はい、フレッシュオールスターだから2軍のとか若い選手のオールスターで MVP、はい、2001年だったかな、はい、で取った時は、うん、コナミがスポンサーだったんですよ、はい、コナミフレッシュオールスターだったんですよね、うん、その時に現金100万円とあとプレイステーション2のゲームソフト、はい、チケットももらいました、はい、コナミもへえ。あ、そうか、スポンサーによってやっぱそういう感じ で、はい、でそれもらって、はい、まあそんなにもらってもできないじゃないですか、うん、だからそれを担当コーチの山中さん、お子さんいたんで、はい、全部あげて、うん、あげたんですか。そうそうそう、さお子さんにっつって。自分でやらなかったんですか。二軍のスケジュールも厳しいんで、あそんなずっとできないん で、 そ, うです、ね、それだったらだって喜んでもらえる方がいいじゃないですか。そうですね、そっか、二軍のスケジュールの話もね、何となく聞きましたそれであげたりとか、はい、あとは一軍の時も、うん、僕らの時は三陽オールスターゲームだったんですよ、はい、そのカンブリーが三陽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 電機です、はい、あはパナソニックと合併しましたけど、はい、三陽電機の三陽オールスターだったんですよ、うん、で2006年優秀選手賞に選ばれた時は現金100万円オールスターで MVP が200万とか300万くらいなんですよ、はい、で現金100万円と、うん、あと三陽の全自動斜め型洗濯乾燥機もらいました。斜め型洗濯乾燥機、はい、だからこうドラム式ですよね。あ、はい、それまでは結構縦型だったんで、はい、欲しかったんで、はい、めっちゃ嬉しいと思って。あ、めちゃくちゃそれ欲しかったらいいですね、はい、でも家にあったらどうしようってなりますね。家にあったらそうですね、はい、実家とかじゃないですか。あ、実家もドラムでも最新式だから帰ればいいじゃないですか、はい、あ、確かに最新式の方がいいですもんね、はあ、あったとしても。あ、でも嬉しいですね、それは。でその時マンション来たんですよ、はい、めっちゃでかかったんですよ、はい、あれ洗濯置き場入るかなっていうそうですよ、だって洗濯機買うときってちゃんとメジャーで長さとか測って買うんですから、はい、入るかなって。そこまで気が回ってなくて、はい、喜んでて来たら、はい、ギリ入ったっす。もう本当にもうギリ入ったっす。スレスレで、あ、よかった。でもあれはめっちゃ、でも結構2006年に使って14年まで使ってたんで、はい、8年ぐらい使いましたね。 あれはめっちゃ嬉しかったですね。よかったですね、はい。じゃあ一番嬉しかったのそれですか。そうですね、やっぱ一番嬉しかったのは現金以外だと、はい、その三陽の斜め型全自動洗濯乾燥機が一番嬉しかったですねあ、でも車ももらってるんですよ僕、北昇で。すごい。その今もジャイアンツとかオリックスとかも柳瀬がついてて、はい、1年間頑張った人がベンツをもらえるっていうのが多分あると思うんですけど、それは年間ですか。そう、年間、そのチームで一番頑張った、はい。で僕も2006年か、はい、6年だったかな、うん、6年か7年か忘れちゃったんですけど、はい、ロッテで選ばれて、はい、年間、うん、でその BM から、はい、もらいました。いいな、すごい。車、これ誰が選ぶんですか、その一番頑張った選手って。それよく分かんないですけど、それスポンサーさんか、はい、分かんないですけど、はい、車もらって。頑張ったってすごいざっくりしてますもんねまあでも成績は出るじゃないですか、打率だとホームランとかね、はい、あとは好みじゃないですか。そうですねそれとか、これは野球に関係ないんですけど、はい、東京フレンドパークっていうのに出て、はいはい、いいな、あれめっちゃ好きでした。私パジェロもらいました。わー、当てたんですか。金城がね、はい、今は巨人のコーチかな、はい、横浜の金城が WBC2006 年優勝して、はい、でそれでオフ出た時に金城がパジェロになってて、はい、パジェロ、あ、そうそうそう、パジェロ、ね、パジェロもらいました。へー、あれ全員もらえるんですか。そう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 。あ、そうなんだ、1台とかじゃないんですね。あ、全員1台ずつ。へー。とか2005年にもロッテが日本一になって出た時は、はい、僕が当てて、はい、パジェロのところに、はい、でその時はフィールドウィングシートの年間指定席2席だったんですよ、はい、
でそれを1年間、はい、それをもらいました。 でファンの人が来れるように、はい、あの1年間そのファンの人向けに開放して、はい、ファンの人が多分選ばれて座った人もいると思うんですよね。へえ、いやすごいですね。なんか車をなんかそんだけもらえるってすごいですね、はい、でも忘れちゃいけないのが、はい、今まで言った全部税金かかるですから、ね、え、車とかもかかるんですか。所得になる。賞金もですか。はい、もちろん所得になるんで。あ、税金払わないといけないんですね。ビールとかもそうだし、はい、全部所得になるんで。へえ、じゃあもしかしたらマイナスになってるものっていうか、マイナスとは言わないですけど、ビールとか飲んでないけど払わないといけなかったりとか。そうそう。あ、なるほど、はい、そしたらじゃあ欲しいものだけ欲しいですね。拒否権はないんですか。だってスポンサーさんがくれてるんですから、怒られますよ。そうですね確かに。そこも、はい、まあ有名税じゃないですけど、うん、実力ある税ですよね。まあそうですね、はあ、でそれでまあ喜んでくれたらいいじゃないですか。まあ還元ですよね、はい、名誉税ですね。そう税金かかったとしても、うん、そういうのもらって、はい、それをもらってくれる人が喜んでくれたりするのが、はい、まあいいじゃないですか、はい、だからそういうのもありますけどね。そうですね。何気に副賞って結構もらえるんですよ、いろいろ。ジュースとかもね、うん、コーヒーとかもあるし、はい、あと宿泊券とかホテルの、あー、いいですね、とかがあったりとか、うん、僕2007年にクライマックスシリーズで、はい、まあ、負けちゃったんですけど、はい、ファイターズからはダルビッシュが最優秀選手で、はい、ロッテからは僕が優秀選手で選ばれて、はい、全日空のビジネスシートペア券、はい、ヨーロッパ往復もらいました、うんうん、いいなー、私それが一番欲しいかもしれない。でも行けなかった、使わなかったんですけど。誰かに差し上げた。僕しか使えないって、あげれないって。うわー、もったいない。で、期限が1年だったんで、はい、10月にもらって1年ですよ、うん、はい、僕しか使えないんです、この、いや、それいけないでしょ。確かに。で、人にあげてもいいですかって言ったらあげてもダメで、はい、他の違うところに変えてもいいですかって言ったらそれもダメだったんで、ヨーロッパしかダメだったんです。ああ、だから、まあ、だからもう使えなかったですけど、なかなか。普通だったらめちゃくちゃありがたい、ね、期限が2年にしてくれたら来年のオフに考えれたんですけど、はい、やっぱ1年ってなったんで、まあ、でもやっぱもらえるのは嬉しいですね。そうですよね、何にしても。いつもその楽天のヒーローの時に、今日のヒーローショー、今日のヒーローショーっていうか、必ずヒーローになった人は楽天ポイント10万ポイントもらえる。めっちゃいいっすね。そうなんですよ。それ10万円ってことですもんね。10万円分ってことですね、楽天ポイント、はい、だって阪神とかでも、はい、ヒーローショー10万とかって言いますよね。あ、やっぱそうなんですか、はい、だからなんかそのベテランの人たちは若手に行け行けっていうらしいです。その俺はいいからみたいな。そうなんですね。それで10万円くれるからって言って、はい、その、まあ、ヒーローインタビューに行きたくないっていう人もいると思うんですよ、ね、はい、いや、そうなんですよ。でもそういう行きたくないのを理由にかこつけて、はい、いや、お前らが行った方が10万円くれるんやから行け行けって言ってるパターンもあるっていう。あ、なるほど。だからまあ2つが一緒になって人にあげるっていう。あ、いや、私その前その取材する側される側の動画で、うん、ヒーローインタビュー断るのちょっと嫌だなって言ったじゃないですか。でもヒーローポイントとかヒーローショーがあるにもかかわらず出ない人もいるじゃないですか。いや、でもやめ、そのいやいやするのやめてほしいけど、その副賞にこだわらないのかっこいいなってちょっと思ってたんですよ。俺だったらガツガツいけるぜ。いや、私も全然いけますよ。10万でかいですもんね。だってちょっと喋ればロッテなんてヒーローインタビュー賞は、はい、ヒーローマークもくれるだけですから。あ、あれが副賞みたいな感じなんですね。そうあれ非売品なんで、 あれだけです。そこは和手とかはだから球団によってそこが違うんですよ。そうです、ね、結局そのスポンサーがついてるかどうかとかによって全然違うんですよ、はい、へえ。しかも、ね、ちょっと詳しく忘れちゃいましたけど、その楽天が勝った日とか次の日とか楽天のポイント何倍とか、ね、あ、そうそう、上がりますよね。そう、ありますよね。そうファンにもちょっと還元してるっていう、はい、副賞じゃないですけど、うん、ソフトバンクとかは、はい、ソフトバンクの電話の通信料無料らしいですよね。そうなんですか。あとなんか iPad とかが全員に支給されるっていう。やっぱ球団いいですね、はい、そういうので、なんかこれが都市伝説でどこまで本当か分かんないんですけど、はい、最初はいくら使ってもフリーで、はい、携帯のゲームやりすぎて、はい、すごいみんなが使いすぎて、はい、上限が10万までに決まったとか決まらんとか、はい、これは事実かどうかが都市伝説かも分かんないですけど、はい、そういうの、はい、でも10万円でもいいやんと思いながら。いや、そうですよ。10万ってだいぶですよ。そんな使わないですもん、だってだそういう、そのね、とかくれるとか、まあ、ロッテだと、はい、ね、飴とかガムとか、北海道とか、はい、
あのアイスが食べ放題っていう。あ、だって記者さんとかこう取材する側もロッテがビジターに来ると、うん、ベンチに必ずあのガムとかアメチョコ置いてあったんで、全部食べてくださいです。もう全部副賞とかそういうのも、もう球団によって全然違いますね。あとスポンサーがどんだけついてるかどうかとかにもよるし、はい、あの球団側がスポンサーさんに、はい、球団に入るお金はこれぐらいでいいんで、うん、このお金をその選手とかに還元するように、はい、なんか商品つけてくれませんかっていうすごいいい営業の人もいるらしいんですよ、ね、へー。そこをどうするかの割合にもあるし、はい、あのスポンサーさん側が球団にはこれだけでこれを選手の副賞につけたいんですっていうところもあるらしいんですけどね、はい、へー。ちょっと試合があの開始されたらその前のアナウンスもちょっと聞いてみますね。そうそうそう、あ、そしたらこういうのが、うん、あのもらえるんだっていうのがいっぱいありますから、ね、あのもう試合始まるまでもう食料とか買うのに必死だったんで名古屋ドームとか名古屋とかめっちゃついてるイメージあるんですね。あ、そうなんですか。あとね、巨人とかだと東京ドームの看板になってて100万円とかね。はい、ふーん。福岡ドームとか、はい、一時なんかレフトの城島が看板になってる電気屋さんだったんですけど、はい、忘れましたけど、うん、そこにあったら1000万だったんですよ、でも絶対当たんないめっちゃ遠いもん。でも当たる可能性あるじゃないですか。痛い痛い痛い、あれはない。ない、うん、そんな遠い、うん、へえ。ありえへんとこで1000万とか言っても絶対2回言っても届かへんかも分からへんってみたいな。そこまで遠いんですねでも夢ありますねっていうのとかもあったりとか、うん、福岡ドームだと、うん、あの僕らの時ライトのポール際のところに、はい、福岡銀行のペットマークでなんかグローブってタヌキかなんかの家にこうやってやってるのがあって、はい、そのタヌキかなんか の, そのマスコットに当たると、はい、ノーバウンドで100万円とかだったんですよ。へー。でもね、当たる前に取るんですよね。まあ、取っちゃうんですね。だからライナー気味に行かない、はい、ライナー気味に行って100メートル飛ばさなきゃいけないんで、はい、まあ、相当難しいんですね。だからそういうのもありますね。だから球場に行ってここに当たったいくらとかっていうのもあるから、こと細かくその試合行って試合前のアナウンスとか聞いてると、はい、面白い発見があるかも分かんないですね。いや、そうですね、そういう目でもちょっと見ちゃいますね、うん、いや昔は良かったし、2軍もあったんですから。なんか夢がある職業ですね、やっぱり。そうですね、夢あるし、はい